え？はるみちゃん、一体どうしたの？長男夫婦に誘われてやってきた花見会場。あらかじめ用意していてくれているという席には、はるみちゃんが一人、震えながら座っていた。大丈夫です。いつものことなので。そう、へらりと笑うはるみちゃん。その様子は、とても大丈夫とは言えないほどだった。話を聞けば、昨夜から長男夫婦に言われ、この場所に座っているらしい。以前から長男夫婦のはるみちゃんへの態度には疑問を持っていたが、ここまでひどいなんて予想ができていなかった。親として大人としてこれは許されないことだ。だからこそ私たちは長男夫婦に人を大事にできないことへの罰を与えてやることにした。私の名前は宮本春子、70歳の専業主婦だ。夫と二人で暮らしている。私たちの間には息子が一人いて、長男の龍二はすでに独り立ちをし家庭を築いていた。長男夫婦の間には可愛らしい子供がいる。孫の春美ちゃんは素直で、それでいて賢い性格で、誰からも好かれるようなそんな子だった。しかし長男夫婦とはるみちゃんの間の仲はあまり良くないように見えた。ある日、長男一家が私の家に遊びに来ていた。長男一家の家は私の家からさほど離れておらず、会いたい時に会いに来ることができるようなそんな距離だ。長男嫁の由美さんは家事があまり得意ではなくて、その代わりに長男一家の家事を任されることも多かった。特に由美さんは料理が全くできなくて、長男一家が家に料理を食べに来ることも頻繁にあった。はるみちゃんは私の料理を美味しいと言って喜んで食べてくれるし、長男夫婦もいつも助かっているよと言ってくれるので、私なりに頑張ろうと思ってしていることだった。しかしその日は長男一家がまとう雰囲気がどこか重苦しい。お互いに視線を合わせず、特に長男夫婦はお互いの顔を見るだけで舌打ちをしてしまう始末で、はるみちゃんはそんな二人に挟まれ、とても居心地が悪そうにしていた。何かあったの？私がそう問いかけても、長男夫婦は別にというだけだし、はるみちゃんに至っては口を開こうともしない。その日の食事の席はひどくどんよりしたものだった。ちょっとでもお互いに気に食わないところがあれば、長男夫婦はお互いをにらみつけ悪態をつくほどだった。ほんと礼儀がなってないよな。何よ、あんただって人のこと言えないじゃない。なんだと？まあまあ落ち着いて。そのまま放置していれば喧嘩が始まってしまいそうな雰囲気。こんな状況で食事をしなければならないなんて、正直に言って地獄のような気持ちだった。そんな中でもはるみちゃんはとてもおとなしく料理を食べていた。まるでこの雰囲気に慣れているかのような態度に、もしかしてこれは長男一家では見慣れた光景なのだろうかと心配になってしまう。結局その日の食事の席は終始どんよりしたままで、長男一家は食事を終えるとそそくさと帰ってしまった。あの空気の長男夫婦と共にはるみちゃんを帰らせることに不安しかなかったが、どう口に出したらいいのかがわからなかった。それから長男夫婦の態度は悪くなっていく一方だった。特に由美さんはしょっちゅう私の家に訪ねてきて、家事に疲れたからといろいろとわがままを言うようになったのだ。
お母さん、昨日リュウジさんにひどいことを言われたんです。母親なんだから、息子の不始末は母親が何とかするべきですよね。ひどいことって何を言われたの？今後言わないように私から注意した方がいいんじゃないかしら。そんな余計なことはしなくていいんですよ。いいから早く出かけましょう。そう言ってユミさんに連れてこられたのは、少し遠出しなければいけないような大型のショッピングセンター。その中でも高級ブランドを扱っている店に案内され、この時期の新作だというバッグを見せられる。私これが欲しいんです。周りのママ友はみんなこういうのを持ってるのに、私は全然持ってなくて、こんなんじゃ恥ずかしくてママ友と話すのも億劫になっちゃいます。ユミさんはそう言ってそのバッグを買ってほしいとねだってくるが、値段を見れば一階の専業主婦が手を出していいとは思えないほどにそれは高いものだった。これじゃなきゃダメなの？もっと他にも高見えするものはあるでしょ？別にこういうブランドのものじゃなくても。これじゃなきゃダメなんです。お母さんは私が恥をかいてもいいって言うんですか？ひどい。お母さんも私の味方をしてくれないなんて。そう言ってユミさんはその場で泣き真似をしだす。それを見て周りのお客さんたちが、何事？とひそひそと話しているのが聞こえてくる。さらに店員さんが私たちに対して冷たい視線を向けているのに気づいて、その場にいるのが辛くなってきた。ユミさん、こんなところでそんな態度を取らないでちょうだい。大人としてある程度ちゃんとした態度を取ってくれないと。お母さんが嫁いびりをするから悪いんじゃないですか。私は被害者です。ちょっとユミさん。あからさまにユミさんが嫁いびりという言葉を口にすると、周りで私たちの様子を見ていた人たちの冷ややかな視線が私に向かって突き刺さってきた。とてもじゃないが、この場所にこれ以上いるなんて耐えられない。そう感じた私は、いいわ、買ってあげるから。だから泣き真似をするのはやめてちょうだい。と、とうとうユミさんのわがままを許してしまった。するとユミさんは、これまでとは打って変わり、さすがお母さん。と、上機嫌になりながら、バッグをレジへと持っていく。その姿は先ほどまで泣いていたようには思えないほどだ。つまりさっきまでの態度は私にバッグを買わせるための演技だったというわけだ。あまりにもずるいやり方に苛立ちを覚えた。しかもこんなことをされるのは一回ではなかったのだ。何度も何度もユミさんは同じ手を使って私に高級ブランドの品物を買わせてきた。私が断ろうとすれば人目も気にせずその場で泣き真似をして、ひどい姑にいびられている嫁を演じ、周囲の視線を利用して私に無理やり買わせてきた。あまりの態度にイラついてユミさんには何度も注意をしたのだが、それでもそのひどい行動が治ることはなく、だんだんとユミさんと出かけるのが嫌になって外出の誘いを断るようになった。するとユミさんはリュウジにお母さんにいびられていると嘘の報告をして、今度はリュウジを使い始めた。ユミさんに報告されたリュウジは顔を真っ赤にして家に乗り込んできて、嫁いびりをするなんて最低だと私を怒鳴りつけてくる。誤解よ。私は嫁いびりなんてしていないわ。うちの嫁がされたって言ってるんだ。今すぐ謝れ。そしてお詫びをしろ。私がどれだけ違うと言ってもリュウジは信じてくれず、私の胸ぐらをつかみ攻めてくる。誤解なのに、私は嫁いびりなんてしていないのに、それが伝わる様子は一切なかった。それどころか、リュウジはその場にハルミちゃんも連れてきていて、ハルミもひどいと思うよな、
と、はるみちゃんにまで同意を求めたのだ。リュウジに話を振られたはるみちゃんは、答えづらそうにもたついている。子供までこんなことに巻き込むなんて、親として最低なことをしているとしか思えなかった。はるみからも言ってやるよ。ママが嫌な思いをしたんだぞ。ばあちゃんのことひどいとは思わないのか。リュウジがそうまくし立てるようにはるみちゃんに言う。はるみちゃんもそんなリュウジの態度が怖くなったのか、とても言いにくそうに、ひどいと思うと言わされてしまっていた。あまりのかわいそうさに罵倒された怒りよりも、孫を利用されたことへの怒りの方が上回った。前々から長男夫婦がはるみちゃんを雑に扱っているとは思っていたが、こんな扱いまでしているなんて許されることではない。けれどその場で注意する勇気が私には湧かず、結局見て見ぬふりしかできなかった。そしてそんな中で長男夫婦に花見に誘われた。何でも今は桜の見頃らしく、今を逃せば綺麗な桜を見られるのは来年になってしまうとのこと。揉めてしまうことも多い長男夫婦だが、花見の誘い自体はとてもありがたかったので、長男夫婦が用意してくれたという席に向かった。するとそこにははるみちゃんが一人で座っていた。え、はるみちゃん、一体どうしたの？広いビニールシートの真ん中でポツンと一人で座っているはるみちゃん。その肩はどこかプルプルと震えていて、体が冷えていることがすぐに分かった。夫が着ていた上着をはるみちゃんに着せてやり、持ってきていた温かいお茶を飲ませながら、これまでに何があったのか話してもらう。はるみちゃん曰く、長男夫婦に花見がしたいからと言われ、彼女は昨日の夜8時から一晩中そこに座らされていたそうだ。春とはいえ夜はまだかなり冷える。それなのに女の子一人外で夜を過ごすなんて、いろいろな意味で危ないことに他ならなかった。あの子たち。私が怒りに顔を真っ赤に染めていると、はるみちゃんが。大丈夫です。いつものことなので。と付け加える。は？こんなことがいつものことなんて許されるはずがない。怒りに満ちた声を上げると、はるみちゃんは。すみません、と申し訳なさげに謝っていた。その言葉に、全く大丈夫じゃないことを感じ取った。こんな行動に慣れているということは、常日頃から長男夫婦ははるみちゃんに対してひどい行動を繰り返しているということになる。親として、大人として、人として、こんなことは絶対に許されていいことじゃない。彼らには親としての自覚が足りなすぎる。だからこそ、しっかりと自分の立場を思い知らせてやらなければならない。横にいる夫を見ると同じ気持ちのようで、その目には闘志のような復讐心のような何かが感じ取れた。こうして私たちはわがまま三昧の長男夫婦に復讐をし、徹底的に地獄に落としてやるという決意をした。その場で三人で知恵を出し合いながら、どうすれば長男夫婦が地獄を見ることができるのか話し合った。まだ復讐劇は幕開けを迎えたばかりだ。それからしばらくの間、長男夫婦が用意したシートに座って三人で話をしていると、昼過ぎくらいの時間になって長男夫婦がやってきた。母さんたち、早いな。はるみに場所取りを頼んでおいてよかった。はるみ、おばあちゃんたちが大好きだから、おばあちゃんたちに喜んでもらえることができてよかったわね。そう、
由美さんがはるみちゃんに声をかける。はるみちゃんは下を向いたまま何も言わなかった。その態度がムカついたのか、由美さんが顔を真っ赤にし、母親にそんな態度をとるなんて何様のつもり？はるみまでお母さんが傷つくようなことを言うの？と手を振り上げた。すると、いい加減にしないか。そう言って夫が由美さんの手をつかむ。由美さんはこれまで暴漢を決め込んでいた夫が間に入ってきたことに驚いてたじろいでいた。お父さん、今さら何なんですか？お父さんは私たちの味方だって思ってたのに。はるみは私にあんな態度を取ったんですよ。母親として叱るのは当然のことじゃないですか。必死になって言い訳をする由美さん。いくら母親だからってしていいことと悪いことがある。今回由美さんがしようとしたのは、母親として絶対にしてはいけないことだ。はるみちゃんから聞いたんだが、昨夜からここで一人場所を取っているそうだな。夫がそう問いかけると、リュウジが間に入り、罰が悪そうにしながら、はるみがここで待ちたいって言ったんだよ。俺たちはそこまでしなくてもいいって言ったんだけど、はるみが母さんたちのためにって。そんなリュウジの言い訳に納得がいかず、私が本当？とはるみちゃんに問いかけると、はるみちゃんは首を横に振る。お父さんたちがここで待てって、娘だから拒否権はないって言われました。はるみちゃんがそう言うと、リュウジは黙れとはるみちゃんを抑えようとするが、ここは花見会場。そんな騒ぎを起こしていれば、周りの人たちが何事かと様子を見に来ているに決まっている。それに気づいたリュウジはすぐに動きを止めて、いまだにギャーギャーと騒いでいるユミさんを抑え、とりあえず一度家に帰ろうと言ってきた。確かにこの場で言い争いをするのは得策ではないだろう。しかし私はどうしてもこの場で二人を成敗したかった。これまでユミさんがしてきたように、大衆の面前で責め立てて自分の罪と向き合わせてやりたかったのだ。悪いけど移動はしないわよ。ここで話をつけましょう。私がそう言うと、ユミさんが正気ですか？と突っかかる。こんなにたくさん人がいるのに、お母さんたちは私たちに恥をかかせたいんですか？そんなユミさんの言葉に当然だとでも言うようにうなずく。これまであなたがやってきたのと同じ手口よ。あなた何度も私に対して同じことをしたよね。多くの人がいる場所で泣き真似をして、私に恥をかかせて、それが嫌ならさっさと帰って、まるで脅すかのように。あなたはよくて、私はしたらダメなの？そんなことないわよね。あなたがしていいんだから、私だってしていいに決まっているもの。そんなへりくつを言わないでください。こんなところで喧嘩するなんて正気じゃないです。お母さんたちはどうかしています。どうかしているのはあなたの方よ。私のことを何度も何度も陥れて、それだけじゃなくて、自分たちと血のつながったはるみちゃんでさえも自分たちが得をするために利用するなんて正気の沙汰とは思えないわ。それはそれ、これはこれじゃないですか。はるみは自分で待ちたいって言ったんです。私たちのせいじゃない。はるみちゃん本人が違うと言っているのに、どうにかしてはるみちゃんが自分で待ちたいと言ったということで私たちを納得させようとしてくるユミさん。けれど私たちはもうユミさんのこともリュウジのことも信用していなかったし、そんな二人の言い分を鵜呑みにするほど頭が悪いわけでもない。ここまで来れば、長男夫婦が昨夜はるみちゃんをここに置いていき、場所取りをし続けるようにと言ったとしか思えなかった。大切な一人娘をそんな風に扱うなんて、
絶対に許されていいことじゃない。たとえ、はるみちゃんがおとなしく、自分たちに逆らわないからといって、やらせていいことと悪いことがある。今回のことは、絶対に悪いことだ。そう教えてやっているにもかかわらず、長男夫婦は、私たちの言い分をちゃんと聞こうともせず、自分たちは悪くない、はるみが自分でやった、と、自分たちの罪から逃れようと必死になっている。そんな姿を見て、思わずため息が漏れた。なんて自分勝手な人たちだろう。人を陥れることしかできない。人に甘えることしかできない。なんて無能な人たちなんだろう。こんな人たちを家族として認め、一緒に手を取り合っていこうと考えていた自分たちが、本当に恥ずかしく思えてきた。お前たち、いい加減にしないか。私たちは、お前たちを思って注意してやっているのに、自分たちのしたことを認めず逃げ続けるなんて、いい大人がすべきことじゃないだろう。堪忍袋の緒が切れたのか、夫が、血を這うような低音で、そう長男夫婦を叱った。長男夫婦は、夫の声色にびくりと肩を震わせたが、それでも、自分たちが悪かったと認めたくないのか、自分たちは悪くないという姿勢を貫いている。俺たちは何も悪いことなんてしてない。はるみが自分でやったんだ。俺たちは、はるみに強制なんてしてない。そうよ、何度もそう言っているじゃないですか。それなのに、はるみの言葉ばっかり信じて、はるみも嘘なんてつかないでよ。嘘じゃない。お母さんたちが昨日の夜、私のことを置き去りにしたんじゃない。今回ばかりは言われっぱなしになっていられないのか。はるみちゃんが噛みつくと、長男一家はこれでもかと言い争いをし始める。これまではるみちゃんは、長男夫婦にどんな無茶ぶりをされても、されるがままになっていたからなのか。今回、はるみちゃんに噛みつかれて、長男夫婦は困惑したようにたじろいでいた。大体、お母さんたちはいつもわがまま。いい大人なのに、自分たちのことしか考えてないし、親なのに、私のこともちゃんと見てくれない。私、お母さんたちのところに生まれて、本当に損したと思ってるよ。そんなはるみちゃんの言葉に、ショックを受けたかのように、リュウジが顔を真っ青にして言う。はるみ、なんてことを言うんだ。父さんたちにそんなことを言って、許されると思ってるのか。俺たちはな、はるみのために一生懸命。何が私のためによ。私のためにお父さんたちが何かをしてくれたことなんてなかった。いつも私がお父さんたちのためにするばっかり。お父さんたちが私のために何をしてくれたっていうの？いつも家にいないくせに。はるみちゃんのその言葉で、長男夫婦がどれだけずさんな子育てをしていたのかがよく理解できた。それと同時に、早く気づいてやることのできなかった自分たちに嫌気がさしたような、そんな気持ちになった。はるみちゃんはこれまで一人、両親が頼りにならない現状の中で一生懸命生きてきたのだ。長男夫婦は自分たちが楽をするために動くばかりだし、そんな長男夫婦をはるみちゃんが頼ることはできなかった。それがどれだけ心細く辛いことだったか、私には想像してもしきれなかった。どうしてもっと早く気づいてあげることができなかったのだろう。もっと早く長男夫婦の行動に疑問を持って、はるみちゃんを気にしてあげなかったのだろう。寒い夜に一人置き去りにされて、はるみちゃんがどれだけ心細かったことか。長男夫婦が花見に誘ってきた時点で何か裏があるんじゃないかと疑っていれば、はるみちゃんが一人ぼっちで寒い夜を越すことなんてなかったのではないか。考えれば考えるほど後悔が湧き上がってくる。早く気づいて対処してあげられなかったこと、長男夫婦の言動をすぐに怪しんで改善させなかったこと、
自分の行動すべてにため息が漏れそうだった。しかし、そんな晴美ちゃんの言葉を長男夫婦は受け止めようとはしない。むしろ、娘のくせに生意気だと龍二は手を振り上げていた。いい加減にしなさい。そんな龍二の手をつかみ、怒鳴る。すると私の声に驚いたのか、龍二の動きが止まった。黙って見ていれば、あんたたちは本当に何なの？晴美ちゃんの言葉を親として聞いてあげようとは思わないの？なんで自分の娘なのに、そんなひどい態度が取れるの？怒りのあまり、声が震える。本当に、言いようのない無力感と後悔に襲われて、私の頭は、すでに正常じゃなかった。もう、長男夫婦を家族だとは思えなかった。血を分けた家族であるはずの晴美ちゃんに、こんなことを強いて、それでもなお反省せず、まるで、娘だから当然だとでも言うかのように、晴美ちゃんを、駒遣いとして扱い、それを全く悪びれる様子もない。そんな長男夫婦を家族として認めるなんて、私にはもうできなかったのだ。自分の気持ちをぶつけて、ふと冷静になると、周りの人たちが冷たい視線を長男夫婦に向けていた。どうやら、私たちが言い争いをしている内容は、聴衆にも聞こえていたようで、すべての元凶が長男夫婦であることも全部丸聞こえのようだ。あれはひどいわね。親としてどうなの？そんな言葉が長男夫婦に向けて放たれる。私が気づいたと同時に長男夫婦も気づいたのか、居心地が悪そうに肩をすくめていた。言いたいことも言い終えた私たちは、はるみちゃんを連れ、長男夫婦を置いて花見会場を後にした。長男夫婦が、待って、と声をかけてきたが、そんなことはお構いなしだ。せっかくだから、別の場所に移動して、ゆっくり桜を見ることにした。その後、長男夫婦は離婚した。何でも、あの件をきっかけに、毎日夫婦の間で、喧嘩が絶えなくなってしまったそうだ。はるみちゃんに対する親らしくない言動を理由に、はるみちゃんは私たちが引き取ることになった。由美さんはご実家に引き取られ、これまで遊び歩いていた分、馬車馬のように働かされているらしい。一方で龍二は、ずうずうしく一緒に暮らそうとしてきたが、私たちが追い出したため、今は天涯孤独に一人で暮らしている。おばあちゃん、桜、綺麗。あれから一年が経った。はるみちゃんは、最初こそ、長男夫婦の影響か、笑顔の少ない子だったが、私たちが熱心に愛情を注ぎ続けると、凍りついていた心も溶けていったのか、今では、よく笑う、可愛らしい子に育っている。桜を見ながら笑うはるみちゃんを見て、この子の笑顔はこれから先、私たちが守っていきたいと、改めて、決意を胸に秘めた。そしてそれは、隣に立っていた夫も、同じ気持ちのようだった。これから先も、夫と二人、頑張っていきたい。